高架機動隊3機はどういう現実を描写するのか、あるいは描写しないのか。論文 YouTuber サッサニアです。本日は Netflix で高架機動隊 SAC の3機が構想を決定したということで、高架機動隊に関する論文っていうのを紹介したいと思います。高架機動隊に関する論文ってあるのかなって思って調べたらですね、このユリーカという使徒批評を扱う雑誌のですね、2005年10月号にですね、特集高架機動隊ということで、監督の神山健二さんとですね、いろんな方、東さんや押井守さんの対談をはじめとして、いろんな方が高架機動隊をあれこれ分析する、そういった論文がねですね、結構集まってるんですけども、自分はですね、テレビシリーズの SAC1 期と2期っていうのは結構好きだなというのがあって、アクションとですね、ストーリー、中にある思想みたいなのがどれもいいクオリティで表現されていて、まあなんか例えばイノセンスとかだとモノローグが長すぎてちょっと自分には合わなかったなとか、ちょっと映像がちょっと綺麗すぎるみたいなところある一方で、アライズとかは部下等という方がシナリオに入ってるんですけれども、ちょっと影響でミステリー調だなという印象があるのに対して、 SAC1 期2期っていうのはアクションもいいし、こうかっこいいし、そしてこう物語がですね、いい感じに忘れるんですよね。ほどほどのこの噛み応えで、繰り返し繰り返し何度も見られるというところが、こう名作になりうるんじゃないかなと思っていて、自分はですね、こう名作の定義何かなって思うとですね、こう批評性というか、何度も何度も噛み締められるというスルメイカのようなものを想定してるんですけれども、こう歴史に名を残すような古典的な名著って、多分一回読んだだけでよくわかんない、でもだんだんこう噛み締めることによって、あ、こんな楽しみもあるんだ、あ、こういう風に見られるんだみたいな感じで、しかもその内容がですね、割とこう普遍的なテーマを扱っていたりとか、その時代を象徴するようなね、内容を取っているのが特徴的だと思うんですけど、高架機動隊っていうのは結構その時代をですね、超えた内容を扱っていたり、あるいはその、ね、思想っていうのは結構強いものがあるんじゃないかと思ってるんですけれども、 SAC3 期がですね、 Netflix で公開されるということで、まあ、SAC1 期2期を論文を通してちょっと振り返ってみたいなと思います。まずはですね、 This is not a reality、 ドミニク・チェーンという方が書いたですね、個人複合体という代替現実群という、ちょっとな難しめのタイトルなんですけれども、この中でですね、面白いなと思ったのは、 SAC1 期と2期でですね、このスタンドアローンコンプレックスと言われる概念があるんですけれども、それをどう捉えられているかというところを比較しているところがあって、まあ、スタンドアローンコンプレックスってなんだっていうのがもうそもそも問題としてあるんですけれども、ファーストの最終版で草薙元子少佐がですね、スタンドアローンコンプレックスの現象をですね、こうオリジナルの不在がオリジナルなきコピーを作り出す現象と述べていて、ファーストではですね、それが物語の主役の一人である笑い男が、それに対してはあまり結構ネガティブな印象を出したのに対して、それが絶望の始まりに感じてならないと告白するのに対して、草薙元子は立ちコマを想起しながら、情報の並列化の果てに好奇心という肯定的な契機を提示してみせるということで、立ちコマという AI がですね、こう繰り返し繰り返し情報を並列化させていく中で、個性を獲得していくっていう描写があるんですけれども、これは非常に面白いなと思っていて、まあ、本来 AI ですので個性を獲得し得ないと思っていた存在に対して、好奇心という機能が付けられることによって個性を獲得するっていうのは、こう未来的だなというか、まあ、現代でも通ずるような現象だなと思っているに対して、セカンドではですね、その個性を獲得した立ちコマがデウスエクスマキナ的にこう破壊されちゃうことによって、で打ちコマと呼ばれる低レベルの AI に逆行されているっていうのが負のベクトルを持っているところから、ちょっとファーストがこうポジティブなですね、印象を持っているに対して、セカンドはネガティブな印象を持っているというのをですね、論評していて、非常に面白いなって思いますね。 SAC っていう概念がすごい僕は好きだなと思ってるのはまあ今でもですね、こうよくあるのは、こうなんかあまり個性がないんだけど、なんか面白そうな要素をですね、引きつけられるような物語とか、 Twitter アカウントとかそういうのをですね、想起して、こうなんかオリジナルなコピーがですね、生み出されているのかなという思う一方で、それぞれがですね、こう個性を獲得するための要素として、好奇心という構成要素、自分何が興味あるか、それをどう深掘りして解釈するかっていうところが、草薙元子がですね、ファーストで答えとして出している、答えというか気づきとして出しているのが非常に僕は印象的であって、まあ、だからこそですね、セカンドではその個性を獲得した立ちコマがですね、消滅してしまって、打ちコマというものに逆行してしまったのはネガティブだっていうのがすごいこう刺さってですね、というのは、まあ、ファーストもセカンドも好きだなと思うんですけども、まあ、思想的なところにおいては結構ファーストの方が影響を受けていて、セカンドはどちらかというと、こうその思想というよりかは、そのアクションだとか物語のそのテンポとかリズムとか
そういったところが好きだなと思っているので、なるほど、そういうその立ちコマを通じてですね、それがどう扱われているかによってこう物語がどう評価されているのかっていうのが面白いなと思いますね。冒頭にですね、この神山さんとあの哲学者の東さんが対談で言ってるんですけれども、ファーストの方はですね、グリコ森永事件を題材に論評されていて、でライ麦畑で捕まえてというサリンジャーの物語を導入することによって、こう現実とアニメとの一体感っていうのを演出できたに対して、セカンドの方はですね、9.11 後の、 あの戦争を表現するというところ、ある種のテーマとしてあって、その戦争のリアル感がちょっと乏しいことや、あるいはあのこう物語において重要な作品として、こうパトリック・シルベストルというあの架空の作家が導入されるんですけれども、もともと三島由紀夫を登場させようと思ったんだけど、まあ、権利とかいろいろな大人の都合でできなかったっていうふうに言われてるんですけれども、三島由紀夫じゃなくてこう架空の人物になったことで、現実とその SF とのこの一体感が失われてしまったっていうところを東さんは指摘してるんですけれども、あ、それはすごい面白い指摘だなと思っていて、パトリック・シルベストルというその批評家がもし三島由紀夫だったら、そのセカンドっていう世界観がですね、もっとこう現実に接近してるところがあって、 SF なんですけれどもリアリティを持つ、そういった描写が可能だったんだろうなと思って、三島由紀夫だったらどうだったんだろうっていうのはちょっと思いを馳せずにはいられないなという感じがありますね。で、2番目はですね、2030年の童貞たちという那須和葉さんという方が書いてる文章ですね。これはですね、まあ SAC におけるフェミニズム批評といった感じでですね、メインは童貞を扱ってるんですけれども、その指摘として SAC の1期2期において、もちろんこうテクノロジーは進んでいるのに対して、そのジェンダー的な描き方っていうのがむしろ逆行しているというか、変化はないというふうに扱われてるんですね。高架橋一期二期っていうのは、まあ2000年代前半の作品ですから、まあ今見るとちょっと表現的には前時代的な、例えば2期の首相のである茅葺総理がこうセクハラを受けたりとか、そういったあの表現っていうのがあって、そういう視点からその物語を批評するっていうのはあまり僕は持たなかった視点で、すごい面白いなと思って、確かにその論文を見て思ったのは、全身擬態という概念が導入されて、外郭がですね、ある程度自分の好きなところを選択できるようになったというところがあって、中身が女性であってもこう男性の擬態を選べたり、まあ、もちろん女性の擬態を選べるんですけれども、そういうことによって逆にこう、まあ、ジェンダーとセックスっていうのがもう一致させやすくなって、あるいは自由に選びやすくなったことによって、全時代的な概念が進むのかなというのが、ちょっとなんか示唆的というか、自由にですね、その外観をですね、自分が選択できてしまうがゆえに、あまりそこにこう重きを置かれなくなってしまって、そこの結果そういった男性的なの社会とか表現とかがこうより強く残っているという解釈も可能かなみたいな思って、もちろん2000年代前半の現実を模写したというのが一般的な解釈になるんですけれども、そういった形で批評するのも面白いなという感じがしますね。海猫沢メロンという小説家の異形の愛ということで、これ SAC における萌えという概念について論評してるんですね。いや、萌えという単語も久しぶりに聞いたというか、すごい2000年代的な感じがして懐かしい響きを持ってるんですけれども、その SAC における萌えとして立ちコマがやっぱ萌えとして挙げられるんですけれども、その理由として SAC の表現方法がこうよりリアリティを持っている書き方なのに対して、立ちコマはそのデフォルメされた形で表現されていて、それが一層萌えをこう誘引させるみたいな感じで論評されていて、ああなるほどこう古き良き時代というか、典型的なよくあるこの萌えと、その萌えが想起されるそのキャラクターっていうのを、こう高架機動隊の世界にも当てはめたっていうのが、なかなかすごいこう時代を感じさせるなと。ポストモダンサリンジャーという論評、大和田敏行さんですね。 SAC 一期で扱われているサリンジャー、ザ・キャッチャー・イン・ザ・ライ、ライ麦畑で捕まえてがですね、実は野崎隆役と村上春樹役の2つがあるんですけれども、 SAC で扱われているのは野崎隆役なんですけれども、それがすごい興味深いというのもですね、野崎隆役におけるライ麦畑の主人公はですね、社会や大人のインチキな世界に苛立っているのに対して、村上役のホールデンは思春期特有の内面的葛藤に苦しんでいるという、もうそもそも主人公の解釈がそれぞれの役者によって異なっていて、でその野崎隆役のホールデンをですね、 SAC は採用しているんですけれども、まあ、もちろんそれはあの翻訳が発表された時代年代とも関係していて、まあ、SAC 一期の時点で村上春樹役は出てないので、現実問題村上春樹役を採用するのは不可能なんですけれども、その野崎隆役のホールデンを笑い男という、またサリンジャーのナインストーリーズという本があって、それの一編に笑い男っていうのがあるんですけど、それを通過させた上で描写しているっていうのが面白いですね。この笑い男っていうストーリーが、
笑い男に出てくるある大人の語り手、団長と呼ばれる存在がですね、語る物語を子供たちがですね、現実世界に当てはめてしまうっていうのが、9 Stories 笑い男っていうのショーの話なんですけれども、その笑い男っていうショーはもう、もろ、高架機動隊 SAC 一期の世界に反映されていて、そもそも笑い男のオリジナルっていうのは、このネット上に落ちていたメールの一編なんですけれども、それが、葵と呼ばれる天才ハッカーの青年にこう模倣されて、で、そこからいろんな人間がですね、こう、模倣者として行動していくんですけれども、それはもう完全にサリンジャーがですね、描いた笑い男のストーリーにインスパイアされてるなという論評があって、物語で扱われている作品とかそういったものの背景を知ること、あ、この描写はあれだなとか、テキストの関わりというか、それが楽しめる、そして楽しむことが可能だっていうのが、やっぱ高架機動隊の魅力の一つだなと僕は思っています。そういった感じでですね、もしかしたら取り留めのない感じでちょっと語ってしまったかもしれないんですけれども、まあ、そもそもですね、 SAC 1期2期っていうのは2000年代前半に書かれたっていうのは非常に、まあ、2000年代前半っていうのはスマホがそもそもない時代ですから、スマホがない時代ですね、このネットと人間との関わりっていうのをこれほどにも、ね、今の時代でもこう通用するレベルで描いてるのはそもそもすごいなと思うんですけれども、まあ、果たしてそれがですね、このスマホが登場し、 Twitter、YouTube といったこう SNS によって一般人がですね、発信できるようになった時代、そしてですね、こうネットによる分断っていうのが現実において起こるようになった世界において、果たして高架機動隊3期はどういう現実を描写するのか、あるいは描写しないのかっていうのはすごい楽しみだなと思って、まあ、やっぱちょっと SAC 3期は楽しみだなっていう、本当に楽しみですね、はい、という感じで今日はですね、すごい論文 YouTuber が高架機動隊の魅力を語るという動画になってしまったんですけれども、これを機にですね、ぜひテレビシリーズ SAC 1期2期が一番僕は好きなので見てください。ちょっと今日は変わり種の論文紹介みたいな感じになってしまったんですが、ぜひ他の動画もチェックしてみてください。本日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバーイ。